8月11日のケリ姫ファビュラスやっていきましょう。今日はコミケに行ってきたよ。ファビュラスな人たちちらっと見えたよ。花から買えるわけはないと思ってたから、特にお買い物はしなかったけど、やっぱすごい行列できてたな。コミケ史上最大レベルの行列とかなんかには書いてあったけど、今日はサンクル参加じゃなかったんで、コスプレをしてうろうろと知り合いのブースを回ったりって感じだったな。ほいほい、 FF15 のプロンプトのコスプレをやってたんだけど、話した人とか通りすがりの人とかが半分ぐらいはねクラウドと間違えるんだよね。確かに同じツンツン頭、同じチョコボ頭だけど、細かいとこ結構違うし、あと服装がねあの衣装はクラウドは着ないだろう。ダウンロードコンテンツで来たりしてFF7 リメイクがあって、もしそういう見た目を変えられるものとかがあって、ダウンロードコンテンツでプロンプトの衣装があったりとかなくはない気がする。近年から使えるようになったあの防災公園、あそこ結構いいね。広々としてるし、なんかもうエントランス前とか庭園とかは混みすぎちゃってね、ろくに撮ったり眺めたりができないんで、ああいう公園みたいに大冒険の始まりよ、ゆったりもしつつ、いろいろと回れるっていう感じのところが良かった。今日5個まで終わらしようかな。多分このチョキのところは楽に倒せるだろう。ハートが4か。お、ちょっと強いな。蹴り待ちが終わった強戦士で、えい。綺麗さっぱり消えました。今日ね、まあコスプレするときとかってやっぱり着替えやら道具やらでカバンが重くなるわけなんですけど、今日やたらカバンが重くて、差し入れのヒアロンが重かった。十何個とかとりあえず買っといて、それをね、暑いだろうからこの差し入れがいいかなと思って配り歩いて、差し入れを配り終わったらカバンが妙に軽くなったよ。大冒険の始まりよ。えい。ステージだろうとやることは一緒。ハート6か7ぐらいつくかな。10、一気に増やしたね。まあ強戦士でゲシゲシやっちゃえば問題ないでしょう。ただこうなるとパー属性のところが厳しめかなと。そっちはもう天空人とかそっちで押せばいいのか。まあ強戦士が使えなくてもとりあえず他はあると。もう一丁、
これで終わるか。よし、よくやったわ。ほい、王冠もゲット、プレチ系ゲット、経験値もまあまあいいんじゃないか。ふむふむ、まあ、こんぐらいもらえれば上等かな。でさっき作れるマークはついていたけども、また新たに制作、作成、花火、大成功、お願いします。ペチ、ダメでした。ふう、おしまい。コミケはね、2日目は行かないんだけど、今度は3日目、明後日行くんで、明後日行くんでって言っても別に俺サークル参加でもなんでもないから特に告知はないです。グダをやってます。以上、また明日。